対岸から芋山を望む中左に大名を持ち、神社鳥居。手前は、吉野川。大名を持ち神社は、奈良県吉野郡吉野町河原屋にある神社。式内社で、旧車格は豪車。通称を、大南寺宮とも。旧伊勢街道、旧東熊野街道の分岐点付近、独立峰の芋山の山麓に鎮座する。祭神は次の三柱。 文献では、日本三大実録に、大名虫の神、演技式神明朝に、大名文字、神社、演技式臨時祭明神祭に、大名文字三玉神社一座と見え、古くから祭神を、大名文の別名の一座とする。少なびこなも祭神に祀られる経緯はつまびらかでなく、万葉集巻七の歌にちなんでの構成の合詞とする、説や、対岸の瀬山の神とする説がある。 なお、神社名祭長では祭神を大名持ち神、大名持ち、三玉神、皇、神主税理姫神、正明彦名神の四座とする。創建は不詳。芋山のふもとに鎮座し、芋山は忌み山とも称されて現在まで木を切らない、近畿信仰が残ることから、芋山を神体山とする原始信仰が創始になると推測される。国史では、天安三年に、 大和国の大名口の人の深海が11位から小1位くらいに少女された旨が記される。当時に小1位くらいの極意に達していたのは、大和国では春日大社のみで全国的にも極めて早い少女であるが、その理由は必ずしもつまびらかでない。一説には奈良盆地の旧都から吉野へとつながる交通上の要衝であったことで数計を高めたと推測される。 延長5年成立の演技式新明庁では、大和国吉野軍に大名持神社名神大月寺書かつて新名めとして、名神大社に列するとともに、朝廷の月次祭、愛かつて、祭り、新名め祭りでは平白に預かる旨が定められている。また、演技式臨時祭のうち、名神祭上では名神祭285座のうちに、大名持三玉神社一座が見える。 中世紀には、大和分神類社長並風老に、芋瀬神社と見える。近世紀の山都市では、境内に、神宮寺の大会寺、社前に塩生物があると見える。塩生物は、塩水が湧くと言われ、かつては、道地で見そぎも行われたという。明治維新後、近代社格制度において校舎に列した。明治初年に、大会寺は廃され、本寺仏。 仏具は、仏国寺に、大般若経は、雲ん寺に移されている。境内者、境内者として、次の四者がある。なおこれらの歌に見える、芋瀬山を、当地でナッキーの芋山、瀬山に否定する説もある。また芋山、瀬山を舞台とする作品として、浄瑠璃の芋瀬山婦助経金がある。芋山受装に関するカテゴリー。ありがとうございます。